ハワイからアロハオレナです。久しぶりにカピオラニ公園を歩いています。なんかね、不思議なんだよ。あのね、一人でいたら座ってていいとか、ビーチもね、不思議じゃない？一人でっている人あんまりいないと思うんだよね。で、今日はハワイは土曜日なんですが、まあそんなわけで、海は満員だったみたいですよ。まあ公園もね、結構人歩いています。でもいろいろ制限があったからね、なかなかね、みんなね、大変です。しかし今ね、フラを踊って、動画を撮ってみたんですよ。でね、何度も何度もね、できたと思うと三脚倒れちゃって、でさっき2回三脚倒れて、って言ってフランキーに来てもらって、で撮ってもらって、でなんとかいい感じで踊れたんです。あのね、すごく風が強いの、ここは。で下も芝生なのね。やっぱとても踊りづらいというか、なんですよ。でね、さっきも何度もやってもなんか上手に撮れなくって、踊れなくってってなって、で最後1回と思った時にやっぱり風が強くて髪の毛もなんて思ってたんですけど、でもね、その時にフランク・ヒューイット先生がちょっとなんかこの辺にいらっしゃってですね、あれですよ、あのねって、フラってどういうものですかみたいな感じで問われましてですね、どんな時でもやっぱり感謝を込めて踊るものなのに、その風が強いとか足元がとかって、そんな失礼なことを言ってどうしますかみたいな感じでちょっと叱られましたですね。はい、本当にそうです。だって自然じゃないですかね。自然の中に生かされてる私たちなんですよ。でついついね、動画を撮ろう、ね、なんか残さなきゃとかいろんなことを思って、で久しぶりだしちょっと足がとかね、いろんなこと思っちゃったんです。でもそれで降りてきて、祖父に言われた時にあっはって思いました。そしたらですね、最後夕日に近かった太陽がちょっと光を出し始めまして、でもう本当にそっからやっぱり本当自然に感謝で、ずっとロックダウンで外出れなかったし、ここで踊れることに感謝、そしてね、彼が来てくれて撮ってくれてることにも感謝っていう感じで、すごくなんか湧き上がるものがありまして、で本当に一つ一つの振りを、丁寧に丁寧にこう意味を感じながら踊ったんです。後で編集をしまして出せたらね、いいなと思ってるんですけど、だから本当にフラってたくさんのことを教えてくれるなというふうに思っています。それで今日ニューの服着てるんですよ。見ます？ほら下がね、あらあらあら、ほらほら、なんか鳥が飛んでて、かわいいエンジェルスバイザシーのお洋服なんですよ。でね、これ結構古いデザインなんです。で、ずっとずっとあったんです。で昔大好きで、どうしてもと思ってね、試着してみた。そしたらね、似合わなかったんですよ。1年半か2年ぐらい前だと思うんですけど、もうね、大ショックで、大好きだったのに、あ、もう絶対無理と思ってたの。でも最近ね、ファスティングしたし、でだいぶ細くなってるしと思って、でこの間ネットショッピングで頼んでね、あったんですよ、これ売ってたの。それでお願いして、買ったんですね。そう、そして今日着てみたら、もうなんか嬉しい、やっぱり可愛いと思ってもうめちゃめちゃ楽しくて、で着たらもう踊らなきゃみたいな感じで出てきたんですけど、やっぱりね、ほらね、可愛いでしょ。だって大好きな色が並んでるので、ピンクなのよ。もう本当に可愛すぎて、もうなんかずっとこれ着てたいみたいな感じです。でね、白を選ぼうと思ったの。でもやっぱりと思って、あ、綺麗だ夕日がそしてピンクにしたんですよ。大正解でしたよ。そう、なんか、そう、それでね、いつもと反対なの、今分け目が風でこっちになっちゃったんですけど、という感じで久しぶりにお外で撮りました。はい、またなんか外で撮れそうだなと思っています。明日朝とか来れたらいいなと思ってるんです。ということでですね、またです。はい、ありがとうございます。